親が寝たから何でもやりたい放題よ。何をしよう、夜中じゃ友達寝てるし、テレビもすでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。24時間、自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでから、何を買いに来たわけじゃないけど、買うものを探す。24時間、コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ。スクチなアルバイト、しかも無表情、私はすっぴん、眉毛も描かずに、あんまんください、ちょうど切れてます。じゃあ肉まんでいいわ。かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら縦使い、小銭を文鎮代わりにレシート置くな。財布に入れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ。そんな時は私からもう仕返しするの。おでんください、何にしますか、何にしますか、レジが混んできた、早く決めてくれ。お釣り多めに、かしこまりました。おいくらですか。220円です。1万円から、小銭はねえのかよ。1万円から、小銭はねえのかよ。話しつけてよ。かしこまりました。レシートいらないわ。いちいちうるせえな。トイレ貸してよ。うちにはありません。あなたはどこでするのよ。負けました。なんてことしてるうちに夜はもう終わりを告げて、鳥もなく親が起きる前